皆さんこんにちは。志功地区でも実りの秋を迎え、吹く風も秋を感じる気持ちのいい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、志功インフォメーションでは今回も身近な情報をお届けしていきます。 STV 志功インフォメーション、この番組はオリオン機械と長野グランドシネマズの提供でお送りします。まずはじめに国・県からのお知らせです。1日合同行政相談所開設のお知らせです。行政相談週間の主要行事として、国の機関、長野県、長野市や弁護士、公証人、司法書士などといった法律の専門家が参加して、国民の皆様から行政に関する苦情、疑問、意見、要望などを受け付けます。9月28日水曜日午前10時から午後3時まで、場所は長野東急シェルシェ5階ホールです。お困りの方はどうぞお気軽にお越しください。志功3市町村からのお知らせ。はじめに須坂市からのお知らせです。県では県内全域を対象に米の放射性物質検査を実施します。須坂市の検査は9月中旬から9月末に予定されています。生産者や旬出荷販売業者の方は、安全性が確認されるまで市内の水田で生産された米の出荷・販売・譲渡・贈答など行わないようにお願いいたします。生存センターへのゴミの持ち込み手数料を改定します。清掃センターの修繕費などが増加したため、利用者負担の考え方に基づき、10月1日から清掃センターへのゴミの持ち込み手数料を改定します。引き続きゴミの減量にご理解ご協力をお願いします。ツキノワグマの人身事故未然防止のお知らせです。長野県でもツキノワグマの人身事故が発生し、2人の方が怪我をしています。市内でも農作物被害や目撃情報が寄せられています。農作業、散歩など外出される方は、音の出るものを持って出かけたり、生ごみや廃棄果樹などの適正な管理を行うなど注意しましょう。続いて小布施町からのお知らせです。しゃべくりホットステーション開催のお知らせです。開催日時は9月28日水曜日午後1時30分から午後3時まで。会場は健康福祉センターです。テーマは食欲の秋。秋になるとなぜかお腹が空くあなた、そんな時何が食べたいですか？お子さんと一緒に気軽にお茶を飲みに来てください。運転免許特定任意講習会を行います。運転免許証を更新する際、更新時講習が義務付けられています。更新時講習を受講する時間のない方や、運転免許センターに行かずに済ませたい方は、9月27日午後7時から公民館講堂で講習会を行いますので受講してください。受講料は1700円です。詳しくは小布施町交通安全協会でお問い合わせください。次に高山村からのお知らせです。タクシー利用料金助成のお知らせです。村では身体・知的障害者または高齢者の方が通院などにタクシーを利用する際の経済的負担を軽減するため、タクシー料金の一部を助成しています。対象者は村内に住所を有し、条件に該当する方です。助成内容はタクシー乗車券1枚につき初乗り料金分の相当額が割引になります。
詳しくは村民生活課福祉係まで。9月1日から長野県暴力団排除条例が施行されました。社会全体で暴力団排除を進め、住民の安全・平穏な生活の確保と経済の健全な発展に寄与することを目的に制定されました。社会全体の力で暴力団を排除しましょう。